めいったれしとなすままきりてらちうててはしりまるいとくとすてれんのにななててんしりまりはしりにままきちいそさてとひまといすましはのすちそにんちなし。そう、それで打ててはしりまるいとくと捨てれんのにななっててんしり。リマルイレバレカラナガやめろって舞さ、日曜暇だ、遊び連れてけ。そうかな、どっか遊び行きたい。楽しいとこ、つまんなとこ
子は嫌。キキ、そうだね。なんか食べたい？キキキ、そう。おはにょー、すっげー眠くて死ぬかもしんない。あのね、昨日ね、電話来た。女の子、ガモにかかってきた。携帯知らないんだからクラス違う子だ、きっと。それね、隠れて聞いてた。なんかね、告白されてたみたいだった。なのにね、ガモお断りしてた。好きな子はいないけどとか言ってた。だからなんで付き合わんって聞いたら、姉ちゃんに関係ないからとか言いやんの。ガモのくせにすっげー生意気。お母さん
さんね、ガモンとこいっぱいかかってくるって言ってた。なんかさ、すげーモテるらしいよ。バッカみたい。見せたかったんだもん。あ、チムだ。おはよう、チム。ダメちゃん、おはよう。うん、行ったよ。はるかちゃんも一緒だったよね。何が？ああ、カラオケ行ったけど、どうした？なんかね、変なこと言う。昨日カラオケ行こうって探したけどいなかった。だからみんなで行ったんだもんね。ねえ、この前ね、ガモがね、ビデオ借りてきた。呪いのビデオ、ほんとすっげえ怖かった。死んだ人がバシバシ出て、最後まで見たら死んじゃうって言ってた。だから最後の名前出るとこ見なかった。ジム全部見たんだって。ねえねえ、まあいい、セーフだと思う？わかんな。でもガモは全部見たから危ないと思うな。姉ちゃんキャーキャーうるせって言ってたけど、怖いから仕方ないもんね。なになになに？西学区の子、本当にあったって。満月なんだって。彼氏にね、振られてね、帰り遅くなった。それでね、一人で寂しいから影にずっとお話ししてたんだって。そしたら影がね、影しか話し相手がいないなんて寂しいやつだなって。それでじゃあもっと寂しくなればいいって言って走って逃げてったんだって。ね、その子ね、影なくなっちゃったの恥ずかしくってお家から出られなくなって、それで頭変になって死んじゃったって。でもね、でもね、まだあるんだって。逃げた影ってね、夜ね、一人であちこち歩いてんだって。
それでね、寂しい人を見つけるとね、その人の影と入れ替わっちゃう。それでその人のこと乗っ取っちゃう。でね、追い出されちゃった影は一人で他の影のこと追い出すんだよ。この頃どうした？わかんな、わかんないけど。あんね、ジムとかハルさんも言ってた。ハルさんね、なんか取り付いてるんじゃないかって。ハルさん幽霊いないって言うくせにそんなこと言う。なんかずるい感じする。うん、だってテレビで見たし。病院でね、ベッドでね、ジュース飲んでね、ゲホゲホってむせてんの。大人なのにかっこ悪いとか思ったけど、まあいい。持ってったのグレープフルーツジュースだったのに赤いの口から出てた。思ったら血だった。すげえ。まあいい、血吐くの初めて。